嫌いな女のタイプは、嫌いな女のタイプ、うん、なんかよくさ、あざとい女嫌いってみんな言うじゃん、うん、けど私別にあざとい女は嫌いじゃなくって、うん、なんかあざといことって別に悪いことじゃなくないみたいな、うん、人間ってさ、こびられてさ、嫌な気持ちは別にしないじゃん、うん、私なんか嫌いな人には全然嫌いって言っちゃうタイプなんでみたいなさ、そういうこと出さないのが別に大人じゃん、うん、みんなにこび売ってるこのこと別にあざといなって思ったりとか全然しないんだけど、ただやっぱ人によって態度変えたりとか苦手って感じ、うんうん、女のさ暗黙のルールってあるじゃん、うん、例えば友達の今気になってんだろうよねっていう男に対しては、うんうんまあ、ちゃんと距離感を取るとか、あ確かにわかる、ね、そういうのをちゃんとできない女、うん、もう誰しにもう男だったらとりあえずそうパクパクしちゃうような女は嫌だから、わかる、でもなんかさ気になるんだよねみたいな、好きなんだよねって言ってからさ、なんかグイグイ行こうになるじゃん、うん、あれは何なんだろうね、理想の告白とかもいいけどね、うんうん、され方ない、もうなんか好きな人だったら何の告白でもいいもんね、ちょっとロマンチックにされたいぐらい、マジ、うん、ロマンチックな男好き系、ロマンチックな男好き系、マジか、うん、なんか頑張ってる姿っていうか考えてくれるところが好き、え臭い感じでもいいのじゃあ、うん、マジか、もうジャンパンに言うみたいな、え全然いい、マジか、えそういうの喜んじゃう系女子なんだよ、マジ、うん、だからイルミネーションとか見ながら、うん、夜景でもいいんだけど、それを見ながらこう俺と付き合ってくださいって、いやそういうのは素敵だけど、あれとかうち嫌いなんだけど、踊り出すやつ急に、あ人巻き込む系が嫌いだから、ディズニーのシンデレラ城の前でこう人がいっぱい見てる中でパフォーマンスですかみたいな感じのプロポーズとか、うん、そういうなんか急に踊り出すみたいなとか恥ずかしいっていう気持ちが勝っちゃう、なんか人前でそういうねイチャイチャ本当にしたくないタイプだから、意外だよね、うん、超言われるけど、うん、え無理無理、なんか普通に人前で手繋いだりとかする人無理、策全然ありなタイプ、イチャイチャしたいタイプ、イチャイチャしたいタイプ、外で、外でっていうか、うん、なんかさ結構ツンツン系なのね、うん、すると、うんまあ、結構ニャンニャンってしそうに言われるけど、うん、結構ツンだから彼氏からねえねえ好きみたいな人前でもされると嬉しい、逆にね、うん、マジ全然ありね、全く逆、えむしろ友達とか紹介した時は全然ツンツンしててほしい、えこれうちの彼氏みたいな言った時に、うん、あどうもみたいな、マジみたいなツンツンしてて、例えばさ友達彼氏に紹介したするじゃん、うん、こう帰っててこうやって2人で帰ってます、うん、なんかごめんね今日つまんなかったって、あ全然大丈夫だよみたいな、めっちゃ楽しかったよ、本当に楽しかったみたいな、なんかごめんね楽しくなかったごめん、ガチャマリンさん緊張したみたいな、なんで楽しいなんで緊張したみたいなこの全然ガチャマルタ、あじゃあこの切り替えが大事、そうだから人前でデレデレするっていうよりかはむしろ全然なんか人前ではツンツンしてて、うん、お家帰った途端デレデレみたいな感じが好き、なんかさ人前でねイチャイチャしてるカップルがね嫌いなんだよね、シンプルに、うん、なんか嫌いっていうか、 なんかそのちょっと手繋いだりとかさ、うん、ちょっとこんくらいだったらいいんだけど、うん、もうこんくらいとかっていいんだけど、なんかすっごいさ駅前とかでもうなんかこういう感じのさそれはああいう感じのさ、それはやだ、大丈夫か、おっぱじまんねんよみたいな、チューとかしてるさ、うん、駅のさ、わかる、この、わかるわかるわかる、改札前とかでさ、もうすごく濃厚なキスをしてるカップルとか、うん、もうすごい、なんか、あ、もうなんか、え、なんか、ちょ家でやってみたいな、そういうのは嫌いだけど、うんうん、なんか、俺、本当に、うん、なんか、サクの友達とかに紹介したときに、うん、俺、本当、サクタンのこと好きなんです、みたいな、金デレデレしてて、うん、サクが、もうやめろよ、うん、みたいな、うん、言ってる関係がいい。え、そっち系なんだ、うん、意外、初めてじゃない恋愛観で別れたの、確かに、うん、それはね意外、もうずっとデレデレしてほしい、もう誰の前でもサクが一番なもんって、うん、いやそれは嬉しい、かわいい、かわいい、同棲したことある？ある、えてか、うん、基本の彼氏サクあれかもしれない、うん、ほぼ半同棲っていうか、うんうん、一緒に住んでる、マジ、はい、同棲するのに大切なことだって逆に教えてほしいんだけど、同棲したことないから、やっぱり、うん、ルールを決める、あ最初に、うんうん、そうそうそう、どんな感じのルール決めてた？例えば、うん、まあ、お金関係とかもそうだけど、うんうん、ここは誰が払ってここは誰が払うとか、うんうん、そういうの決めたりとか、あ確かにね、あとは生活で絶対しなきゃいけないことをどっちがやるとか、なんか、うんうん、なんなんになっちゃうと喧嘩になりがちだから、うんうん、じゃあ洗濯物は俺がやるし、畳むのはお前がやってとか、ね、そういうのを決めた方が喧嘩になりやすいかもしれない、うんうん、え頻度とかじゃなくてもう作業自体を、うん、そう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 、
ルーティン化しちゃった方がもう、あ、洗濯物終わったのね、オッケー、干しとくわみたいな、で決めてた方がなんか喧嘩起こりにくいよね。なるほどね。どんなことでさ喧嘩した、同棲してた時。一緒にいる時間が長すぎちゃって、うん、やっぱ生きてきた過程とかも絶対さ人それぞれ違うじゃん、うん、だからもう本当にちっちゃいこととか、うん、でなんか価値観のズレとかで喧嘩することはやっぱ多かったね。てか別れる時大変じゃない、同棲してた。大変大変大変、ね、荷物とかどうするみたいな話になるし、うん、そのすぐにはさやっぱ荷物さ、うん、そんな出ていけないじゃんすぐには、うん、同棲しちゃったら、まあ、リスクではあると思うよ、うん、だったらお泊まりでいいって思っちゃうタイプ、うん、うちきなーってことでもうちきなーが半同棲でほぼ毎日一緒にいるとかはある。なるほどね。でもなんかさ、なるみ的にはやっぱさ、うん、自分家に彼氏がさ泊まりに来るのと、うん、一緒にもう一つの物件を二人の名義で借りるっていうのがやっぱ全然、うん、言うて違うじゃん、お泊まりと同棲は、ね、感じかな。2本目でーす。めちゃくちゃさ結構さあったかい感じ、うん、あったまってきましたって。いやで顔赤くない、顔赤いよね、わかるかな、うん、結構赤い、うちほんとすぐ顔赤くなるんで。生理痛が痛すぎて死にそうです、薬飲んでも効かない。なんかさ生理痛ひどい人はさピル飲んだ方がいいみたいなさ聞くじゃん。私の友達結構飲んでる子いて、ピルって生理ずらせるんでしょ、うん、ずらせるずらせる。なんかその温泉とか旅行とかがあったら、そう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 、ピルを飲んでたら生理来ないんだっけ。そう、ピル飲んでる間は生理来ない、うん、だからその飲んでけば来ないから、で、うん、旅行とかが終わってから飲まないみたいな。そう、飲まなくなると3日後ぐらいに来るんだ。飲んだことある？飲んだことある。どんな感じ？なんだろう、でも最初は結構生理じゃないのにちょっと血が出ちゃったりとか、え、そうなの？あったりはするらしい。副作用的な。副作用で。そうなんだ。でも策はなかったんだけど、うん、でもね、飲まないよりは飲んだ方が生理痛は楽な。あ、そうなんだ、うん、生理不順の子絶対飲んだ方がいいよって言われて、うん、めっちゃ生理不順なのね。1ヶ月半とか2ヶ月とか全然来ない時とかあるから、マジマジ本当に生活リズムがバグってるから、それでかもしんない。なるほど。なんか飲んだ方がいいよってめっちゃ言われるから気になってるんだけど、どこで買ったらいいのかとかそういうのも分かんないから、産婦人科、で検査して、検査、検査っていうか産婦人科場所にもよるけど、ちゃんとなんか膣内掃除してくれたりとか、そういうのもちゃんとしてくれて、それでエコー当ててみたいなのいろいろやってくれて、その後にピル処方しますねみたいな、最初の時は血取るの。何を 見られるの、なんだろうな、健康状態みたいな。なんかね、肝臓とかが悪かったり、なんかに引っかかっちゃうとピル飲めないんだよ。そうなんだ。そうそうそう、だからその検査で、うん、なんか、うん、まあ注射して血取ってはするね、うん、そうなんだ。普通にネットで買おうと思ってた。さっきもネットで買ったんだけど、いい、うん、なんかね、ネットのやつね、良くない、なんか良くなかった、うん、体に合わなかった、ね、そうなの。絶対病院行こう、うん、病院の方がいい。あ、童貞男の良さについて。あー、それは大事。パクタンもさ、童貞派。童貞派、イエーイ。マンジ、違う女の穴に入れた子を入れたくない。ほんまにそれ、うん、ほんまにそれ。なんか1ミリでも他の女を匂わせてほしくないから、なんか何その治療されたことないんだけどみたいな、それ他の女にしたやつじゃんみたいな、そういう風にやっぱり考えてしまうのが嫌なので、うん、気持ちよさとかテクとか本当に求めてないので、うん、別にっていうよりかはもう全然なんか本当になんか初めてだからなんかうまくできるか分かんないけどごめんねくらいの方が、分かる、よいしょって分かる。どうせ男は結局さ慣れてないわけじゃん、うん、浮気する男って慣れてるやつだからね、うんうん、でもさ怖いのがさ、童貞男がさ女を知らないわけじゃん、うん、女を知った時怖いよ、ほんまに。それね、いるよね、うん、もう卒業したとおったんさパーリーピーポンが、そう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 、で踏み台にすんなよっていう、それ、うん、全くじゃあ顔性格全く一緒で童貞か童貞じゃないかって言ったら絶対童貞じゃない、童貞だよね、うん、なんかその経験豊富な人がいいってさ、リードされたい女の子はやっぱそうなのかな、うん、でもうちは絶対同じスペックだったら絶対童貞の方がいい。ハクも童貞派、うん、童貞男性の良さをもっと広めたい世の中に、うん、童貞がめちゃくちゃ需要ありますよ、うん、需要あり、うん、童貞やだって言ってる女の価値観わからない。好きだったら下手でも気持ちいいから、いや本当にそれ。性癖についてだって。性癖？なんかあるよ。あるよ。何？ S も M も両方いける、うん、ああわかる、両方いけるたちなんだけど、うん、S の時は最初から最後までサクサクなの。自分は気持ちよくなくていいの？サク中行きもする人だから。すごーい。しかも服し、うん、すごーい。サク秒でいける人だし、すごーい、うん、あ
あと中動かせるんよ。え、すごいね。どういうこと？膣の中こうやって動かせる。え、すごい。メイキーってこと？メイキーかもしれない。え、すごい。絶対浮気されないじゃん。じゃあだから別れた後も他の女とやってどうしようみたいな、立たなくなっちゃって。え、すごい。やったことある。最強の女です。よいしょよいしょ。今 S の時はもう初っ端からサクが押し倒して、もう腕をこうやって、やだエッチ、やだエッチ、なんで、さあ、こちらだけ、実演の方をちょっとお願いいたします。はい、まあ、会心じゃないですか、はい、まあまあ、こうベッドでね、横になってると思います、はい、そしたら、こう、まあ、腕掴んで、やだエッチ、こうってこと？そう、さ、女の力だったら絶対振りほどけんじゃん。確かに。なのに振りほどかない姿を見るのも興奮するし、確かに、そう、舐め方とかにも、やだ舐め方あるじゃん。やだ、例えば、普通に、なんか普通にベロンって舐めるのさ、ベロベロンって舐めるのさあるじゃん。それで首舐めたりとか、最初はチューして、それでなんか目見てニヤニヤしながら首舐めて、ね、どっちの方が舐め方好きなの、どうしたら気持ちよくなる、とか聞きながら、え、 S じゃなくない？それ別に全然、なんかむしろ奉仕みたいな、そっち系じゃない？奉仕って言っても、入れてほしいって言っても、まだダメじゃん、とか言って、やだエッチ、まだとか言って、ね、本当に、お前、足舐めろ、みたいな S じゃないけど、奉仕型の最初から最後まで、奉仕 S。奉仕 S。サービス S ってこと？サービス S って今度。なるほどね。彼氏のこととかを、なんか可愛いなと思ったら、もうやばい、可愛い、とか言って、いじめるの好き。ええー。M の時は、本当にド M。うん。ド M？ うん。どんな感じなの？なんか、M の時はもう、もう押し倒されて、バックしながら髪の毛をベッドベッド、ここ、後ろ掴んで、うん、え、やだー、うち乱暴系本当に嫌なんだよね。乱暴ではないけど、うん、そうなんか、こうなんか。え、だから、私はもうこうやってさ、さあ、行くぞってことでしょ。あ、そうそう。で、それだけでこう、こうされたい、こう。こうね、こうってことでしょ。そういうこと。やだーそういうこと。乱暴じゃん。苦しいじゃん。苦しさも痛みも快感なの。マジ？だから、やだ、優しくされる。自分から首絞めてとか言っちゃう。マジ？でもうち本当にそれが分かんないんだけど。興奮するの？興奮する。なんか、もうなんか、もう穴として使われてるのも興奮する。え、やだー絶対やだ、無理、悲しくなっちゃう。悲しくなんない。え、それ何いいの？いい。濡れるってこと？濡れる。でもびしょびしょ。マジ？あと、なんか、設定みたいな感じにするのも好き。あ、ちょっとシチュエーションみたいな。そうそうそう。ほぼすっぴんで、ツインテールして、あの、セーラー服を着たんですよ。それで、先輩とか言って、やったのは興奮したんです。やだエッチマジで。わざと全部脱がさない、脱がされないでやるみたいな。中途半端に見られてるみたいな。やばい。が好きみたいな。性癖って何？興奮するってこと？興奮する系ってこと？興奮するとかじゃないけど、普通に彼氏のトイレ見たい。まずそれ、トロじゃない？じゃない、普通にあのショーもショーに入る。そうなの？うん。じゃあちょっと待って。なんでみんな？なんでみんな？なんか違うなんかどちらかというとなんか S っていうかなんかすごい男の人をなんか困らせたりとか恥ずかしがってるところを見るのに興奮するタイプのね、うん、なんかこう自分がすごいなんかグイグイオラオラ来られるよりも、なんか本当ちょっとねもっとやめてみたいな恥ずかしいやだみたいな、なんか感じの方をすごいなんか意地悪して困らせたいみたいな、そっちがすごい楽しいから、なんかそのおしっこが出てくる瞬間をちょっと真面目に語らせてほしいんだけど、これはそのおしっこが出てくる瞬間を見たいんじゃなくて恥ずかしがってる彼氏を見たいの。おしっこさしてるところなんか見られたくないじゃん人に、お家とかでデートしてて、でちょっとなんかあのトイレみたいな感じで行くじゃん、もうそしたらこうやってついてってもうガチャってもう扉開けてもうはい今今はいしてはい今おしっこで意外と男の人さ座ってする人多いじゃん、わかる、まあ、お家とかだと、でこうやってさ、そう、この人こうやってさ座らせて、無理みたいな、見られてると恥ずかしくて出ないみたいな感じで、なんか言ったりとかしてる時に、あ、大丈夫だよ、恥ずかしくないよ、おいしっこなしていいって相当以上に性癖やべえトイレにトイレね座ってるじゃないですか、そこに、まあ、こういう感じこういう感じ上からこう乗って、え、無理みたいな、もうトイレできないよ恥ずかしいみたいな、こう言うじゃん最初、もうそれをもうこうやって、もう対面罪みたいな体勢で、恥ずかしくないんだよ
いいんだよ、押しこなしていいんだよって。エロい、エロい、抜ける抜ける抜ける、エロい。出てるところ見たいとかじゃなくて、うん、そのなんか困らせたいみたいな。わかる。でも聞いて、ただいて、あのうちド M の男好きじゃないの。わかる、うん、いじめてくださいみたいな人は全然興奮しない。わかるわかるわかる。いじめてくださいみたいな、あ、やだ、男は全然興奮しない。そうじゃなくて、なんかむしろちょっと、え、俺めちゃくちゃ S だよみたいな。俺めちゃくちゃ普段 S だよみたいな、なんか男の子とかをどうしたのみたいな、なんか、え、 S って言ってたよねみたいな。もう今まで責めたことしかないとか、うんうん、女に責められたことないっていう男の人を責めた。わ、うん、かる。わかる。だから S が好きなのかもしれない、そういう意味では。そうだね。さくもそうかも。なんかやめて、恥ずかしいぐらいがいい。そうそうそう、なんか嫌がってほしいんだよね。そうそうそう、嫌がってるとこをさ見たいわけじゃん。だから自分からこそ小パンツとか脱いでさ、まあ、はいはい、いじめてくださいみたいな、そういうのは、やだやだやだ、え、みたいな。全然興奮しないみたいな。興奮しない。そうじゃねえんだっつって、うん、そういうことじゃねえんだっつって、この話だけでめちゃくちゃさ、一本取れるわって感じなんだけど。正規で取れるね。はい、その感じで。今日のゲストはサクタンでした。サクタン の SNS を概要欄から飛んでくださーい。よければフォローしてくださーい。それでは、おやすみん共和国。バイバーイ。